中学生なのに来てしまった。ごめんなさい。あらあら、どうしたの？お母さんに、お母さんにバレたらやばいね。あらあら、中学生なのに団長の配信来ちゃった。あっちゃ、どうしよう。お母さんには内緒で来たの？じゃあこれからもお母さんには内緒で団長の配信見ようねって。あらあら、来ちゃったの？あらあら、よしよし。最近、いや団長なんかあんまり、その、年下の子とかね、全然団長ほら、バキのさ、ドリアンが好きだからさ、こう好きなタイプって言われると67歳もおじいちゃんが好きだったんだけど、最近ね、いやなんか男の子も可愛いなと思って、ちっちゃい男の子もなんか可愛がってあげたいなっていう団長ね、ちょっと芽生えてきた、あやべで続き、あと人生で初めて好きになった VTuber がノエル団長だって、本当に今も好きね、今も団長が一番好きね。他の女の子に言ってないよね。ねえ、どうなの？人生で初めて好きになった VTuber がノエル団長だったってことはさ、今も好き？ねえ、過去形になってない？ねえねえ、今も好きってそしてガチ恋しました。これからも見に来ます。ハッピーマペゴーって、語尾おかしいよね。えガチ恋してるのに語尾おかしいペコよね。ありがとう。ありがとうございます。I will... 中学生なのに来てしまった。ごめんなさい。お母さんにバレたらやばいね。ねえ、ねえ。あらあら、今も好き。ガチ恋してるのに語尾おかしいペコよね。ありがとう。